皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、刃物の越冬栽培、冬でも、ガンガン元気な土を作ろうということで、ご紹介してみたいと思います。これはね、終わった野菜を片付けているところですね。この畝をね、ちょっと畝をねして、いい土を作って刃物野菜を作ろうかなと。残差堆肥の作り方は前回の動画をね、ぜひご参照くださいね。噛んでばっかりやな今日は。これね、ピーマンだったかな。垂直栽培でたくさん実をつけてくれました。垂直栽培もアップしてますのでね、ぜひご覧ください。概要欄にリンクをバンバン貼っておきます。去年作った落ち葉堆肥のね、残りを使います。今年もね、作ったので、動画をアップしてます。これもまたね、概要欄のリンク先でね、ちょっと見てみてくれたら嬉しいなと。ここの畝は春にしっかり土作りをしております。冬向けの資材は少しずつ軽く投入していくだけ。土がね、出来上がっているので入れすぎは禁物です。甘やかすと貧弱な野菜になります。で、またね、本格的に、土作りするときは春ですな。またしっかりこれをやっていきましょう。ここはトンプン堆肥を、おがくずたっぷりで土が柔らかくなるトンプン堆肥ですね。トンプン堆肥は普通ね、すっごい匂いがするんですけれども、これは、完全熟成なので全く匂いはありません。小石灰も少しだけパラパラっと巻く程度に入れていきます。小石灰はね、吸い込んだりしたらねよろしくないので、気を使ってくださいね。プロも使っているコップンって書いてますよ。野菜の甘みを引き出してくれます。これも少しパラパラパラと言っておきましょう。じゃあ、自作のぼかし肥料です。こいつもパラパラパラと少し巻く程度に、とにかく全てが少しずつ少しずつでございますね。これをざっくりすき込んでいきます。ちょっと見てもらったら分かると思うけど、柔らかそうな土でしょ。もう出来上がってる土なので、今入れた資材は追肥感覚で入れていくっていうことですね。まあ硬い土だったらしっかり耕さなあかんのですけど、ここまでだったらもうざっくりすき込む程度で十分であると思います。じゃあこういう感じでね、ザクザクザクとすき込めたので、今度は畝を整えていきます。手作りの冷気ですね。まあトンボですけど、1x4 の、資材となんかいろいろこう端材を組み合わせて作りました。畝はね、デコボコしないように、なるべく整えてやる方がいいと思います。じゃあ、15センチ間隔で穴の開いた、まあ、玉ねぎとかに使うマルチを使っていきます。で、マルチを張って3週間ほど寝かせておきました。で、植える前にしっかり水をまいて、刃物の種まきをしていきます。植えてから水まいたらね、飽きませんよ。植える前に水まいてください。植えてからまいたら種が流れてしまう可能性があるので。植える前にしっかり水を撒いておくと。で、これはね、便所の芳香剤のスプレーの缶の、蓋。ぴったりフィットです。穴に。これで、種まき穴を作ります。底が平らなね、綺麗な種まき穴を作れます。もう、使えるもんは何でも使う。とりあえず使ってみる。それがわしのやり方でございます。じゃあね、春菊から巻いていきましょうか。こんな感じのちっちゃい可愛い種ですね。パラパラパラと巻いていきます。数粒ずつ。春菊基本的に間引きはしません。そのまま育てちゃいます。まあ多すぎたらね、間引きしますけど。収穫もね、根っこを残して、シャキシャク、シャクシャクと切って、無限春菊を春までやっちゃうと。これは発酵再生培養土ですね。発酵再生培養土の作り方の動画もアップしましたので、
概要欄にリンクを貼っておきます。この培養土ね、何回も作り直してプランター栽培なんかにもね、使えますよ。で、こういう感じでちょっと圧着してやるとね、いいと思います。じゃあレタスも巻いておきましょう。レタスね、巻いたろう思ったらね、ちょっとしか残ってなかったんですよね。まあしゃあないので巻いちゃいます。これは間引きとかいりますね。これはいるわ。で、例の土でね、再生培養土で袋をしていきます。で続いて小松菜。小松菜もね、こんなちっちゃな可愛い種あれば便利です。これもね、多すぎたら間引きするっていう感じかな。まあ刃物なら何でもありの五目うねにしていきましょう。しっかり袋します。ちょっとほうれん草もやりたかったんですけど忘れちゃいました。豆の混色で使って残った高菜、豆の混色の動画はね、概要欄のリンク先貼っておきます。さっきから概要欄ばっかり PR してますけど、野菜作りはね、なんか全てがつながっているのですね。早い話が絆でございますよ。絆、うん、知らんけど。でこのね、プラグ内なんですけど、ピンセットでね、掘り出します。スポッとね抜けてそのまま取り出せるので、苗を引っ張らずにピンセットで土ごとスポッとこう抜いてやると。で穴にポトンと落とせばいいわけですね。この穴開け器非常に便利です。何年も前にダイソーで買いました。100円でした。今ね探してもね、ちょっとないんですよね。見つからない、全く見かけません。こうといてよかったなと。隙間を例の土で埋めておきます。じゃあ高菜っちゅうのはね、タフな刃物ですね。でね、収穫したてを食べるとすごく美味しいんですよね。お漬物なんかにしなくてもサラダでも十分いけます。リーフレタス植えるのを忘れてました。ほうれん草も忘れてるし、もう忘れてばっかりや。後戻りはできません。何かの苗を植えておきます。これ何やったかな、何作ったんか、ちょっとね、はぁ、忘れてばっかりですね。困ったもんや。まあ育てば何だったかわかるでしょう。隙間なく穴を埋めておきます。こいつもプラグ内なのでピンセットで土をピュッと掘り起こすと。では支柱立てときましょう。冬の準備ですよ。プラポールを使います。変幻自在ですね。高い R も作れるし、低い R も作れるし、プラポール、ダンポールとかね、便利です。これでこれぐらいの高さのアーチにしようかなということでね、じゃあ不織布青パオをかけます。これがね、霜よけになってくれます。まあ、ビニールでなくても大丈夫だと思いますわ。あんまり寒かったらビニールにかけ替えればいいんですけど、まあ、これでいけると思います。1週間後、ちょっとだけ発芽してきたようですね。こいつもすくすく大きくなってますが、この苗の正体は不明と思ったんですけどね、ギザギザがちらっと見えましたね。これはひょっとして菊菜かな。さらに1週間後どうですかね。たくさん発芽してきました。冬の寒さにも耐えれそうな気配ですね。さらに2週間経って、これは種の植え付けから1ヶ月後っていうことですね。ああ、高菜ですね、これね。高菜大きくなりました。うん。豆の混色の高菜なんてもっと大きくなってますからね。で、あの謎の苗は春菊でございましたね、やっぱり。ということはなんか春菊ばっかり植えたような気がしますね。なんとか冬越しできそうです。ということで、冬の刃物を元気に育てる土作りを紹介させていただきました。参考になりましたでしょうか？最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、
そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。